シーサーサーヘイ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 。沖縄演芸学園の語り合いがしまるまま、うねんちゃうてさや、やにおよろしなのあきどあわててちゃんどや、シーサーサーヘイ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 。はい、ぐすうよちゅうがなびら、ちゅうがなびら、はい、沖縄園芸学園の片やびら、島言葉の時間八丁便、はい、ちゅういたさることうにげさびらな、平成28年11月の23日水曜日な、旧暦やや沖縄の冬名、10月の24日な、当便や、はい、ちゅういたさることうにげさびらな、おね、パーソナリティんちな、当便しが、ああ、クルキンユ地区南城市大里から町委員、はい、町にいたされることを逃げさびた足がまた、あ、はい、お、山越しくんため、うん、中やよ、クーラランチ、ゆっくいんち、クーラランチ、ね、な連絡あたんな、な、チャーシン、ゆっくらねんなランチ、うんうんうん、やいびで、中や、はい、安静な中や、2番目やいびしが、わね、やんばる、なぐからやいびん、あんなごあんの、あやんり町委員、ゆたさることを逃げさびら、はい、うにげさびら、はい、とまた、チューン、はい、ゲスト、ゲスト、長尾な、原価さん、はい、な、温情なゲストにしてデギュラーな当日さ、うん、なるべく安心してますよ。とうとう、原価さん、はい、いい人たちもだ、A たちから、ご主要中央がなびら、おね、沖縄市東からチャイビタル原価調整やり、な、下地賃やせね、やけて終えがたなってまた、うん、来年来月のねまたしわしまたしわしわでやびるやせ調理をたさることを逃げやさびら、はい、はい、逃げやさびらとぐすうよちゅうやよさい、また、ゲスト、なあちゅうめんそうちょん、奄美大島からやびんや、うちなびから、うん、あやいびんど、うん、ナイツからのゲストの面接、うん、面接びんど終わった番組ね、うん、あなあな、うん、言語圏は一緒ですよね、奄美大島はね、犬むんやいび氏が、うぬ方やな、阿鼻伊勢、大和口、秩父市は内里町日、村松さん、はい、はい、村松健さん、いたされごとにげさびだ、お願いします、はい、中やな、また、うちなあんかい、うんじょう、面相地、一面相ちゃん、いついらしたですか。昨日、一昨日ね、21日月曜日、はい、予備せです、うん、また御中の自己紹介にしてまた熟る内備、うちな口では、山手口でいいですよ、山手口島で、わや、奄美大島の、なぜ、なぜ、なぜっていうところからね、来ました、はい、村松健太郎と、いや音楽をなりわいにしております、うんうんうん、自分で曲を作って、はいはいはい、それを、演奏して聴いてもらうち、うん、歌をね、歌はもう本当になりくわしかし少ししかしないんですけれども、うん、一番、世の中で知ってもらっているのはピアニストとして、知ってもらっています。ヤイビンリロ、うん、ピアニストン、うん、グブリーな飛び渡った、うん、とんでもないです、うん、テレビの CM とか、はい、それからアニメっちあります、テレビアニメっちね、うんうん、音楽をしたり、うん、それから自分で自分の音楽を CD にして聴いてもらったりしながら、うんうんうん、沖縄ではなかなか機会がないんですけれども、はい、あちこちで、コンサートをさせてもらって、今度のはまたうちなんじん、ですね、うんうん、そういう機会を作りたいなと思うんですが、で、まあ、三味線、実はね、ピアノの傍らで三味線をいつも弾きます、これはどうしてかっていうと、その、ま、奄美大島におればね、やっぱりうちなと一緒で、まあ、夕方になればこの島で普通にこの三味線って言いますけど、この三味の音があちこちから聞こえてくるっちゃう、犬むやびさや、うん、ですです、で、まあ、そんなね、三味線のやっぱり三味線弾きの名人のおじなどが、歌を歌わせる伴奏するときにね、
イントロを弾きますよね、うん、のイントロをいつまで弾くわけ、ずっと長く長く歌わせんわけよ、でいつか思いながら、うん、歌い手はねみんなこう待ってるわけだけど、うん、いつまでたっても歌わせんちおじがおって、うんうん、それを聞いとってや、うん、これは三味線だけでも音楽になるやーち、あー、そういうふうに感じたことがあってや、で自分でも三味線を遊びで弾き寄ったのでね、うんうんうん、それを少しずつコンサートなどで弾くようになっていったんですけれども、うんうん、ところが三味線ちば皆さんご存知の通りその歌の伴奏歌三線のね、うん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 、楽器位置ところにとどまってるが、はい、でピアノという西洋楽器を弾いてるワンにとっては三味線弾けば限界をすごく感じたわけ、例えば、うんうんうん、音の大きい小さい、うんうんうん、もう三味線ちばまあ、ある程度以上弾いてもそれ以上大きくならんし、小さく弾けばちょっと音にならんところがあるっちゃう、うん、それから音程もちょっと少しだけ不安定なところが楽器の中にあったり、で三味線のいいところなんだけども音があと伸びらんち、音がポンチ切れる、それを歌わせるように演奏するには三味線自体をもっと進化させまいやと思って、で、まあ、あろうことか自分でこの作り始めたち三味線ですね、はい、で、島でも作る人間は当時一人二人おりましたけど、やっぱり三味線ちばうちなにね名人がたくさんおるので、もううちなに随分通わせてもらって、いろんな方の三味線を作るのを見せていただいたり、三味線を本当に譲っていただいたりしながらね、随分勉強させてもらいました、うん、なあ先ほどや先ほどの始まり前にうん三線うんちゃん、うん、俺日曜大工アイビランド日曜大工、うん、俺や専門家が作っている三線、うん、立派呼びたのや、ありがとうございます、うん、俺また外国の近所小浅木さん、ちょっとお子さんもだやですね、うんぼんぼとし、あとからまたこの三線の近所や、うん、近れるはじ、うんうん、ありがとうございます、はい、あし松村さん、はい、最初や音上村松さん。いやいや、村松さん。たまるんですか、まるんです。ふやん装備して、いや、ふやんねえべんって、ふやんまるかそうに。はいはいはい。いや、なん、じゅんにマルチプレイヤーやびるば。ですね。うん、CD の中とかだと、全部の楽器を自分でしたりとかや。うん、そんなこともしてます。と、まぜ、この村松さんのピアノのよ。うん、このシーリンチをむちちゃい、うん、俺父にちからまた三線の歌んや、はい、歌三線の話、うん、ありがとうございます、だまじこの、このシーリンのまた、召喚式みそらんかや、はい、このピアノ、僕のね、曲の中で、まあ、自分で曲を書いてもですよ、自分で演奏する機会だけで終わってしまえばそれまでなんですけど、ありがたいことにこのテレビやラジオなどに乗れば、特にこの曲は CM に何度か使っていただいた曲なんですけれども、そうすると、我が行ったことがないことところでも、音楽だけはね、知っとってくれたりする方がおるんちょ、だからもしかすれば、今聞いてもらえば、ラジオ聞いてる皆さんの中でもね、聞いたことあるやち、思ってくださる方もいらっしゃるかもしれませんという曲を一つ、春になってね、こっちでも北風のことは西市言いますか、西しますね、西が収まってくるとティダのね光がとってもこう、ありがたいやーち、感じる、そんな季節に書いた曲で、はい、春の野を行くという曲をですね、それではちょっと聴いていただけますか、父君の勝利、耳が小さめとかって君の
はい。あいっぺあのおの曲よ。うん。いやあの掃除かちするばね力。ううり掃除かちするばね。あのあれやいびん花子は行きたい。うん。いやあの片付けは。し花子は行きたいするばね。ゆるってんごわしじゃない。また昼にじごわすがやんちや。あのコーヒーあらん紅茶は沼がち。花子は飾って。ありがとうございます。うちなぐちで耳ごちと言うんだけど、うん、あの見るのは耳ごち。これあっちで何と言いますか。あの耳の薬になるという、はい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 、いい言葉ですね。沖縄にいるなあれあの耳ごち耳ごち、うん、あの食べて美味しいはこっちやいびしが、うん、見ても美味しい、うん、聞いても美味しいっていう、うん、そういった意味、はい、あいいですね、うん、あのピアノの曲からいろんなまた、うん、CM 会を、うん、あ地下通りやあの NHK の E テレの番組の、うん、放送会に地下通りやまた各企業のやあのコマーシャル会にいろいろ地下通りや、うん、あなあいっぺイヤホテンゴアスリーいい曲やみたいなあしゆるっとごわないではい村町さん二瓶デビタありがとうございますいい曲聴かせていただきましたと足三市のうんじゅまた小理長尾生や村松さん、はいはい、この三市なうんじゅ長やあの CD 持ち面装置氏が CD も持ってきてありますけど、はいはい、せっかく三市の長尾生や、はいはいはい、生さんちょっと鳴らしますか？ええとうとう近地君総理この生演奏さん鳴らしてる時に、うん、これヘッドホン外してもいいですか？あ大丈夫やけどいいよね、うんうん伸びるんだ。ありがとうございます。ああ、だだクリクリはマシアビーさ。うん、はいはいはい。どうぞ。はいはい。あれインチョサップや。はい。どうぞ。わかりました。いやそポロの歌感じ短歌なセチチュンルセチコーナー。何を弾きましょうかね。なあ、独番のエビティあうんじがあのなあ。何がいいかい。あげて君総連って話させや。なあ、この番組で奄美の曲や初めてやるんや。じゃあですね、うん、うちなでもきっとね、昔はそうだったと思うんですけど、あのやっぱりあの島を離れていくときちばね、うんもう根性の別れち気持ちでみんなは出てったちねよく昔はそうですよ、ね、お嬢場にねそういう話を聞きましてね、うん、であのまあ右輪の別れ、はいはいはい、うん、あの右輪の別れちば本当にいいもんだったよっていう話をね、うん、散々聞かされまして、うん、で船が見えなくなるまでねずっとお互いに船の中の人も見送る人も見送り続けるっていうそんなね話聞きながら今の時代はあの人とのその別れの時間というのを惜しまなくなったやーちとっても雑な感じがしてね、うん、例えば飛行機のタラップでねまあ確かに屋上に上がる人もおるかもしれんけど飛行機の中見えんよね、うん、あの後ろ姿はねあの見送ろうにも見送れない、うんうんうん、車でどっかに行ってしまう方であれば一瞬のうちに姿が見えなくなってしまう、うん、だからもっともっとなんかこう産むいあの産むいちいますかね、はい、こっちでもね、はいはい、産むいをねあの持ってあの出会えたことそれから別れること、うんうんを丁寧に、はい、過ごしたいやつを思いながら書いたね、うん、船ぬ別れという曲をね、うんちょっと一節聴いていただこうかな、はい、
の歌、まあ、特徴のやびがやゆったり、まあ、なんか家族との分かり、また親長齢との分かり、またむやごとの分かり、なおおみうてや、ふにがんじていちゅんでる、この情景にしがや、なうかれちゅんや、な曲やよ、早引き封じの肝心趣旨がおなかにん、なしからさるな感じがするんや。パーソナル、ごめんなさいね、パーソナリティがわらびのやり自分のあの骨の分かりにしあったん、あいびたんだ、あれたんどうやのんが、また復帰名やな、あの骨からブラジル、ブラジルと関係分かれていちね、ヤマトンかいていちね、あのホタルの光が流れて、でドラの感じがね、ジャーンジャーンジャーンとなって、そして船の上から見送るところにテープを投げるんですよ。五色のテープ。一緒です、一緒です。で、捕まえて、ここでテープが切れるまで船が流れて、もうこの情景はね、本当に涙が出てね、ですよね、もう、もう二度と会えないという、帰りで見送るんだからね。島では今でもね、あの年度末、3月の30日、31日ぐらいはその風景が見えるちょ。なんでかっていうと、その鹿児島県に一応なるんですよ、奄美大島ね。学校自体ですですです、あの先生がみんなもう転勤に行くときにね、内地の方に戻るっちょ。その時にもう生徒たちがみんなしてその見送るんですね。その時にだから本当にみんなあのちゃんと別れがね、今でもこう切なくちゃんと気持ちの紙テープも今でもします。南大東元レイビンド、リトルナゲモル元ヤビラジオですよね。うん、ですな、新シータ、また仕事しちょうど堅いてんや、あの転勤の時計、なもるさんや、島中さんにもる見送りサビンや、南大東はまた、この情景が、うん、今の話聞くとね、昔新聞で読んだこの詩があったんですけど、君がテープのみ最後まで切れざるしかな悲しい我が妻というのがあったんですけどね、彼女が持ってるテープは黄色なんですよね。でこれ船が出ていくに従ってこうひとかき分けてできるだけ握っていたいからこうずっと持ってるわけですよ。で最初プツンと切れるまで、君がテープのみ最後まで切れざるしかな悲しい我が妻と、悲しいというのは可愛いという意味と悲しい別れとかけてるわけですよ。ですね、でこれ妻との別れなんですよね。こんなのはもう今はそういう条件もないんだけども、でね、早く生き上がれと思ってる人のものをこうやって見えないとこれちょちょん切るわけですよ。ね、生き上がれか。あんうまらんごと三件なるはい、村松さん、はい、ありがとうございます。と、もう次はまた、原価さんのや、はい、またコーナー終わったら、ね、本日の曲また、はい、独番時間がいいね、また流せやねもと、はい、なおへ時間は、ま、大丈夫やびんな、本日なあ、ジル時間はあいびんな、あもっとウトする時間はあいびんな、またしばらく大丈夫やびん、しまいまで、全然全然全然、ぜひいさせてください。とはせ原価さん、本日のコーナー今週、ワンバインやんさ、あの、上変更さびらも、あの新しいおちょこさんが見えちゃうおちょこと、これ生さちはじゃるうるさにやんせん、それからあの物あかせん、ちょっとあのうちなんちゅのふわっとしんじょるちょあらえねわからん物あかせんはね準備していくとよさ、あれん闇やに急遽変更し、あら急遽変更しようさい。あの小話があったらインチャーグは、あの、わたがあの、なんでかや、先輩話し合いですが、おもやごわが、先輩や行きがわこのわた本席地区、チャタンチュアルバーテーサイ、彼女はカデナ、約4キロアルバーテーサイ。で、彼女が、求婚し創始がもう、なかなか、うんと言ってくるね。それでね、あのゲタかサバナいるかな通ったって、そしてようやく落としたと。
ちょっともやっぱりゲタサバ分かりますでしょ。分かります。ゲタかサバになるまで通ってようやく OK もらったという話、まあ、それだけの話です、ね、素晴らしい。生あの今の若いと分からないですよ、ゲタかサバになるって何ですか、ね、ってからね、村松さん、はい、のマネージャーさん小田さんに意味せびたちが生の話ばかりビランドやゲタイビーして歯ありますよね、あれが擦り切れて草履になるぐらい通ったっていう話です。それでようやく OK もらったということでね。あーで OK 言ってことじゃあトエビーさん、俺が生ワントジヤさんにしてる。はい、本日火曜日。あれいやあれそういう話よ、ワンとじてのワンじゃないよ。この話した人がワンですよ。玄華さん、どう話やみたいな。本当やるはじろ。とあせまた言わせ、うん、この胸かせやまじちぎにさびて、うん、このワンが生さちこばたるよせ、うん、ワンのおじぬせんでんやいでん。なわね、たがんわからんこと、うんことしてせんでんさんねよせ。あの原価調整地よくくなれびてびせや、立派やびさん、あのゆまびんろうさい、むという多重にりば奥山の異順、自然の営み神の御業、うん、これあの三八六ですね、はい、で川原価の川川石に当たってちりとぶるみじの光浮きじゅらさ川になりさ、川にね、川になりさ、うん、で朝鮮の朝ですね、はい、朝日さすくなみいうんとびはにて、うん、ぬどかなるたはた天のみぐみ、うん、次朝鮮のせいですね、境繁盛や村人の逃げ、あ、まあ、願いでもいいですか、逃げですね、これね、ちょっとミスしてますね、逃げ、島言葉を語って無定酒、うん、自分たちは島言葉協議会の仲間ですからね、うん、これで島言葉というのをわざと入れたんですよ、うん、島言葉を語って無定酒、うん、次こっちにあるのが私の孫です、写真がね、うん、でこの写真を撮って写真を見て読んだことです、これは、はい、小浜の未来戦場になすみ、まあ、沖縄はご存知のようにものすごい、うん、もう地上戦でむごい戦争がありましたのでね、自分たちも体験しておりますので、こはまがの未来戦場になすみ吉屋と言い払って平和にがら、それからうまんちゅぬ逃げうやふわふじするって咲く花とわらび育ちごとに、あの従来だったらで私もですね、これあの三八六はどんなメロディーでも乗せられるので歌うんだけど、ちょっと喉がやられて歌えないですのでね、今日はもうこれで、すみません、終わります。はい、毎回や、あの原価さんの歌やアジゴアガイビンや、主演また原価、長生さんのルーヌナーまたカシランカチキアニア歌ゆる君承知、はい、ミヘデビタンと、村松さん、はい、とうんじゅしりむちめんそうちえせや、はいはい、とうんしりなからや六番、しらべにだかりて、はい、だかりてでるおたえびんや、しらべ、しらべ、夏にね、あの梅雨時期が終わりますよね、そうするとこうガチこう太陽が照りつけるような季節にね、うん、あの強い南風が吹きませんか、こっちでは白い南風に調べという風に、白い南風って書いてある、調べっていうんですか、調べっていうんですね、こっちでフェー風って言うんだけどね、うん、白フェーとかも言いますね、まあ、フェーだからや、ニーチェオビアとはせ、今太陽の光がファーチになってるところで風が吹くから、うんうん、白い南風って書くんでしょうね、調べ、はい、地中組総理
はい、調べにだかって出る曲やみたいな、だかりってな、奄美の曲やみたいな、奄美の町、あの、わじわじする町、海なんだよ。村松さんと、うん、あの、こんな曲の作りね、いやもうな、うん、どっちかでね、な、津軽三味線風神、寛治園、寂しが、あしがな、元生まれやびくてや、うちな、奄美の曲がる、あの歌がる、奄美城美くてや、と、あし、村松さん、俺、あの、はい、まあ、おてかめれしまびがや、どこで探せばいいの、はい、うん、あのね、インターネットされるようであれば、うん、インターネットであの CD を今買い求めるのをみんな普通にされる、あの Amazon っていうところがあります、はい、ここに行って、うん、村松健と入れてもらいますと、うん、あの CD が全部バーッチコ出ますんで、はいはいはい、その中でですね、今日聴いてもらった、春の野を行くという曲が入ってるアルバムは最初の曲ね、うんうんうん、あれは、なんちゅうアルバムかい、何で言ったらいいか、ハルラハヌラっちゅうアルバムがあるんですよね、うん、ハルラハヌラ、でもあれは今聞いてみなかったハルラハヌラってどういう、ハルラハヌラっちゅうね、うん、漢字で書けばですよ、はい、春、はいはい、うん、それから、心、心と書いて春ら、春ら、うん、はい、で花、花、フラワーの花ね、はい、それから占うっていう字を書くんですね、春心花占いって書くんですね、うん、占い、わかります、うん、占うっていう字ね、で占星術の占っていう字ですよね、でね、これあの心とか、島ではね裏っちゅうんですよ、うん、うん、なんで裏ちば、その心って見えんがね、うん、中に入ってるもので、うん、で奥にあるもののことを語源的に裏ちゅうみたいです、だから、うん、あの海でも引っ込んだところが裏ですよね、うん、何々裏ち、地名がついてるとか、うん、だいたい引っ込んだところじゃや、うん、それから占うっていうのも見えらん未来のことを、うん、ゆた神様とか、うん、が先のことを言うんで、うん、占うも裏と、でだから春裏花裏で、これを春ラハヌラチ、そういう名前でアマゾンから求めるってこと出してたりとかですね、はい、はい、ぐすような、直接そうなウテネビラのアマゾンからや、うん、ですね、アマゾンで見てもらうとあります、うん、はい、ありがとうございます、はい、とまた、アニヤさん、うん、この日曜日にまた、芝居がアビーセ、はい、うん、このまたまた宣伝のうんじょねびん、わがさびん、すしまびがや、うんうん、あの今度の日曜日だ、先週の話さびたしが、今度の日曜日なぐんじあいびしが、あの市民劇んち、あのわらびからおふちゅうおとすいがたまりんじて、あのもう一歳歌祭、うんうん、わったやのまた芝居さびしが、うん、売り2回公演2時と6時とあいび、名護市民会館や大ホールンジやいびこと、うん、瞑想中旅に新聞館の当便と、俺は中央のや、うん、沖縄琉球新聞会、中央の新聞館の当便、うん、あ、新聞、うん、社会福祉基金、情勢、芸能文化継承市民交流目的に、ソウル市民がする、沖縄芝居、琉舞、ミュージカルなど披露すんでる舞台公演が第30回名護市民劇場で、うん、同時公演会主催さんに、27日に名護市民会館で上映されんでること、うん、あしまた、約200人が出演し、午後2時から、開演と、また午後6時からの2回公演地な当院や、うん、過去8演目を披露すんでること、うん、市劇場市民劇場で披露んでることやびんや、沖縄芝居や例年1回1作品やたしが、今回や30回の伏見なやに記念し、時代人情劇、うみんちゅ、喜劇、喜歌劇やびんや、喜歌劇、すりぬぶいごあんでし、すりぬぶいごあん、たちの作品上演すんでることやびんや、はあ、なあなあ、
メインの海中の会出演する、アニアさん。はい。オンジョンもミアラビレビリ。うなじゃら。うなじゃら。とうとう。またパーソナリティのアニアさんがこの芝居に会演じることになったおびん。はい。なまたご主の時間を見せる方やん。なごまり瞑想地。瞑想地、キムソリオタイ。なドライブンシーガチや。入場料や1500円。問い合わせ、名護市社会福祉協議会、電話番号098-0980やびんや。はい、局番が53-4142なとびん。名護53-4142なとびん。ご主要問い合わせし、んじがんじきみさおりわにな、いちる準備やし、な、きっぷんや、こうとん、きさこうたん。こうじきみさいちって言ったんやう。はい、なあなあ、はい、あの、昼夜よ、この、宮城陽子さんの記事や、このやる日曜文化のとびたしが、おの話な、すんちゅうやいびたしが、これはまた次回や、宮城陽子さんのな、しまくとばのくすんち、じゃあせやしまくとばのくすぐやんでるこそ、いろいろ活動装備や、なあ標準語レイコーラン、うちなこちレイコンチなあ、あの装備やな、うん、話はまた次回に、うん、せやでもとおびん、とぐすようなこの番組やな、チャタン FM 2台からの生放送、株式会社クレストの提供しお送りさびたん、うん、な時間いきなくなって昼夜な、うちなファーフジ運動 運動の、エンディングテーマし、うん、エンディングテーマベラスや、エンディング曲詞や、中夜しみれや、我やねむといびん、はい、村松さんにへでびたん、はい、はい、ありがとうございました、元気さのにへでびたん、はい、ファうちのファファフジ運動、島言葉ファフジ運動、父組総理、はい、ゴブリーサビラ、ゴブリーサビラ